ベトベファミリーでおなじみリチャード選手。今シーズンはウエスタンリーグの最多ホームラン記録を塗り替えました。リチャード選手にこんな企画を用意しました。リチャード選手に聞きたい3つのテーマ、内容はご覧の通り。3つ目のテーマはシークレットです。ホームランの数が29本とウエスタン史上新記録になるんですよね。はい、まあ、後半人間に落ちてきてからも気持ちを切らさずにやった結果だと思いますそれこそジョージマアドバイザーがウエスタンでホームラン王に輝いた翌年ですって、もう一軍で大活躍していると思うんですね。そういうのは鵜呑みにせずに、来年は一軍で頑張りたいなと思います。続いて小久保二軍監督とのエピソード。技術ではなくて野球を中心に回ってなかったので、生活が、まあ、打てるはずがないよねっていうのを言ってもらった時に我に返ったというか、野球中心の生活にして練習しないと打てないっていうのを気づかしてくれました。3つ目はシークレットですが、このペリペリ僕が外してみたいんですけど、これ夢なんですか？あ、夢なんですか？あ、じゃあ3つ目、リチャード選手ご自身でどうぞお願いします。トベトベホークスとの公約達成ならず、何でしたっけ？ちょっと待ってくださいよ約束したじゃないですか。あ、あれか。今年1月の放送で掲げた公約は全試合出場。おそれぐらいの気持ちで行かないといけないと思うので、はい、全試合出場。ちょっと最初の1試合で終わったっすね。じゃあそもそもね、今高い目標でしたよね忘れちゃってたとは、はい、いや私もアピールが足らなかったですね。